今日はなんか早く始めようと思ったけど、やっぱいつもの通りのパラパラっていうか、なんか最近寝落ちしてるからすごい時間に始まってるんですけど、すいませんね。なんかいろいろと、あれ、ちょっと音だけなのにくちゃくちゃなった。あ、大丈夫か。ん、いや、なってるな。ケーブルがめっちゃ絡まるんだけど、すごいね。あ、直った直った。不安だ。よっしゃ。さて、まあ誰もすぐ来たりしないから、すぐにっていうか、まあ来ない可能性もあるよ。うん、大丈夫、のんびりとやればいいだけだから。よし、だって今誰がやってるかだけ見せて、見せてってか見せさせて。何かやってんの？裏でやって、どうせ裏でやってんだろうの、どうせ裏が見たい。沢谷さんやってる。個人的に最近スリーニーさんが気になってるんだけど、ごめんなさい、マイクはちょっと変なとこあった。個人的に最近スリーニーさんが気になってはいるよ。さっきスリーニーさんの配信を見てないんだよね。気になってるよとか言うと、なんかいつの間にかコメントしてくれるかもしれないけど、まあ多分こんな枠は見ないでしょうね、さすがに。って思ってたら、レニーさんはなんかそう、ずっとね、なんか気にはなってたけど言ってないって感じだったら、レニーさん結構来てくれるからすごいありがたいんですけど、嬉しいなって。あ、ちょっと待って、裏に葉桜さんいるじゃん。 こっそりととか言いながら280分やってるんですけど、だいぶやってんね。え、だって、5時間ぐらいやってるってこと？すげえやってんじゃん。ね。ごめんなさい、私くちゃくちゃ食べてますけど。ね。私の咀嚼音、許して。これちなみにサラミだから、サラミ。まあ、いっか。なんか踊ろっか。さっき収録したけど、もう今月はちょっともう、ちょっと抑え気味にしようかなって。まあ、ワンチャンもう一曲ぐらい来るかもしんないけど。あ、やば。読み上げてない。ああ、うん、ゆうさんが知ってるよ。怪我したんでしょ。ちょっと、なんだろうね。棒読みちゃんが読んでくれないような気がしてる。なんでだろう。うん、安静にしててください。お願いします。それは僕からもお願いしたい。なんだろう、棒読みちゃん読んでないよね。ちょっともう一回、ちょっと、あれ、あこちゃん立ち上げ直すね。なんだろう、なんで今読まなかったんだろう。13のセリフ謎だ。ん、まさかこの広告は。あ、カズさんどうもありがとうございます。あ、ワイズさんもどうもありがとうございます。あれ、なんだろう、またあこちゃんが読まなくなってきたんだけど、ちょっと待って。あこちゃん音量ゼロじゃないよね、だって。なんだ。んー、わかんないね。ちょっとテストしていい？なんだこれ。ダメだ。待てよ、これ前もこんな感じでなんか読み上げなかった時があった気がするぞ。なんだっけ？和光部。あはは。ちょっと待って。で、テストね、してくれたんで。またなんかあれかな、ミキサーかな。ちょっと待って、音量ミキサー見る。いや、ボヨミちゃんミュートになってないな、別に。バーチャルキャストもミュートじゃない。ただボヨミちゃんは読んでくれない。連携の問題なのかな。なんか設定でボヨミちゃん連携、標準。これかな？ん？開始。これできるかな？ちょっとテストしていい？あ、ゆうさんありがとう。広告。ダメだ。あれ？また棒読みちゃ読まなくなったの？なんで？どうして？ちょっと待って、もう一回やってみる。さっきさ、できてた。あ、分かったような気がする。
え、分かってないよ。ちょっと待って。あれ？じゃあさっきわざと閉じてたから、練習枠の時は。なんでだろう？なんで？ あ、なんか分かった気がしてきたぞ。ちょっと待ってよ。やつはメニューコマンドは聞こえるかっていうと、あ、聞こえるんだな。ニコニコじゃねえや。バーチャルキャストの音は聞こえてんですよ。だからね、棒読みちゃんのみ聞こえてない今。また変なバグが出た。ボーミちゃん入れ直しか？こないだもさ、もう一人のラムダさん来たとき、これでとちってた気がするんだけど。しかも、すっやりげえましゅ。す。あんこちゃんを起動しました。あ、これいけるかな？いや、なんか今、声が聞こえたけど、あんこちゃん。なんか不調なんですよね、うちのあんこちゃん。なぜ？起動はいいんだけど、起動しました、そうだね。なんかね、最近、エクスプローラー調子が悪くて、なんか、うまく動かなかったりするのがあるんだよな。よくわかりません、原因は。とりあえずアクティブ問題があるから、バーチャルキャストを最前面に置くけど、ちょっと待って、アンコちゃん起動してねえんだけど。ちょっと待って、今棒読みちゃんしか起動してないですね。アンコ椿はアンコ、これ分かった人はおっさんです。はい、今でもやってんのかな、の CM。やってないと思うんだけど。これなんで知ったかっていうと、幕張っていう漫画なんだけど、幕張がどういう漫画かっていうのはね、説明ができないですね。説明してはいけない。話しちゃいけない。幕張が何なのか。って思うでしょ？知ってる人からしたら。またラムダさんよくわかんないもん食べてるけど。あれ、動かない。ちょっと待って待って。なんかね、タスクバーのとこがうまく、あ、そっか、なんか固まりやすくなってるんだよね。固まりやすいで、ここ固まんないと思うんだけど、普通。ピン止めされてるものがなかなかうまくね、触れないんですよ。謎だよね。まあちょっと待ってて、すぐできるようになるから、これ。なんだかわけわかんねえけど。とりあえず、ボウミちゃんは読んだから、多分アンコちゃんがちゃんと起動すればね、読み上げる気がする。まあ、いっか、それまでに一曲踊ろう。多分一曲踊るうちにはなんか治るよ。その間ちょっと読み上げがうまくいかないけど、許して。まとめてコメントが、ね、どうせそんなコメント来ないっしょ。常連の方と思うとして。だから、ちょっと、トラッカー入れるね。例の作業。キャリブレ。キャリブレーション。いらっしゃい。ナナさんどうも。今ね、ちょっとね、読み上げがバグってるから、ちょっとね、ちょっとだけ待ってね。治るはず。もうでも治るかも。ちょっと待って。キャリブレ終わった。ちょっとヒジトラはね、バグりやすいすぎるので、今は抜いてるんですけど。あ、いけるいける。あれ、あんこちゃん。読み上げ禁止になってる。なってんじゃん。今日こっちもなんかバグってましたね。棒読みちゃんが、7。あ、読み上げるようになった。でも爆音じゃね、これ。うるせえんだけど。うるさいですよね、この棒読みちゃん。ちょっと音量下げるね。なんだかわけわかんないけど、くっそうるさいんだけど、これ。どっちから下げようかな。棒読みちゃんから下げなきゃ下がんないか。確か、これか。これぐらい？ちょっとテストで打っていいっすか。テスト15。OKOK。バッチリ。これでラムダさん的にはちょうどいい。皆さん的にどうかは知らないけど。こんなもんじゃない。よし。できた。準備できた。よし。じゃあ、まあ誰も来ないし踊ろっか。最近腰トラの位置がなんか不思議なところにあるよね、私。でもね、こうやって思いっきりね、出しててポコンってね、トラッキングできたりする謎の現象が
あるんだけどな、謎すぎんだけど。キャリブルか、じゃあちょっととりあえず。トラック多分ね、ベースステーションの位置の問題だと思うんだよね、これ。でもなんか、うちの部屋の環境直せないもん、これ以上あって。一応変えてみたりしてんだけどさ、軽くね。よいしょ。じゃあ何踊ろうかな。まあね、右側に寄せたディスクがね、新しめのやつなんだよね。だから、連動が足りないやつです、要は。ラムダさんがあんまり踊ってないやつだから。じゃあ、どれにしよっかな。あとね、これ、ノンストップメガミックスね。あ、ペドさんじゃん。いらっしゃい。ノンストップメガミックスね、一発でわかるように赤くしてみた。でもね、ちょっと文字読みづらいね。でも読めるからいいんじゃない？ということにしてある。ちょっと読みづらいね、実際問題。これ、もうちょっとなんとか。でもまあ、わかりやすいからいいとは言えるんだけど。普通の曲じゃないよっていうこと。はいはいはい。いらっしゃいませ。ああ、セットできてる。大丈夫。ジャンルごととかで分けるのはいいですね。7。あ、こんばんは、こんばんは。あ、なんか、何？え？機械音声っぽかったけど、大丈夫。踊りに決まった。あ、なんか、あれじゃ、生声じゃねえじゃん。ボイスロイドかなんか。吉田くんです。え、わかんない。吉田くんだ、ワイズ。何、吉田くんって。え、わかんない。なんかそういうのあんの？あ、読み上げソフトってこと？ああ、うん。待って、読み、ね、今、ローディングしてるから待って。うち遅いの。ゆかりネットで。あ、これゆかりネットなんだ。オッケー、ちょっと待って。あのね、うち遅いの、読み込みが。ごめんね。ちょっと待って。ね。鷹の爪団の吉田くん、ボイセロイット、ワイズ。ああ、あの吉田くんか。鷹の爪か。ああ、なるほど。大丈夫です。しかもなんかすごい格好してますね。なんかメカメカシークというか、メカというか、ロボットですね。まあ私もアンドロイドだけどね。なんか微妙に腹立たしいのは何ででしょう。不思議な気持ちになりましたけど。吉田くんだからかな。あ、ネプリアさんも来た。ちょっと待って。今、来た。もしかしてなんかネームプレート裏に落ちたんじゃね？あ、落ちてなかった。うん、なんかたまにネームプレート不思議なところ落ちてるときあるよね。でも大丈夫だった。まあまあ、待って。ネプギアさんももちろん読み込めてないから、待ってね。ちょっと待って。うちの環境、土曜日になれば、i7 になるから、i7 っていうか9700になるから。第9世代だよ、最新だよ。くっそ高えから。いらっしゃいいらっしゃい。ああ、ちょ、あいつ、久しぶりじゃないですか。ね、久しぶり。ネプギアさんどうも。ネプギアさんね、たまに前は踊りに来てくれてた。最近、ネプギアさんさ、自分でさ、チャンネル開いてさ、配信してるよね、ゲーム配信とか。ね。私は知ってるんだよ、ちゃんとネプギアさんのこと。そうだよ。頑張ってるなと思って。うん。いいことだと思います。そうそうそう。オッケーオッケー。お、じゃあ、踊りたい人が来たんで、じゃあちょっと、踊ろうか。何にしよっかな。まあね、接待だったらいつもナイトオブファイヤーなんだけど、まあナイトオブファイヤーもね、あるんだよ。まあナイトオブファイヤーから始めよっか。せっかくだし。あ、でもちょっと待って、ネクピーガーさんが今ね、今準備してるから、ちょっと、ほら、乙女のお着替えしてるから待って。大丈夫で。あ、いいよいいよ、ゆっくりやってて。うん。なんか、ある？どうしたの？すごい、ステップしてきたけど。どうしたの？大丈夫？オッケー。あ、どうしたの？どうしたの？なんか、肩揉んでくれる？え？何これ？ゆりここ、何？ゆりの塔を立てる？ゆりの塔を立てるかどうか。あ、ちょっと待って、だいぶね、あ、よしよしよし。あ、もうだいぶゆりの塔を立ててもいいんじゃないかな、ここは。ね。大丈夫、大丈夫。ネプギアさん、じゃあ、一緒に、ちょっと待って、あのさ、ペドさんが食うとさ、ね、ユリの塔じゃないような気がして、ほら、驚愕の顔してんじゃん、驚愕の顔。これ、なんで一人だけさ、驚愕の顔してんの？ほら、ネプさんに行くと、抹殺されてんですけど、ちょっと、みんなから見えないかもしれないけど、もしかしたら、ちょっとね、だいぶ食らってますよ。やめて、みんな、
二人ともやめて、私のために争わないで、ダメ。あ、タグさんも、あ、タグさんいらっしゃい。やばい、どんどんあのレアなメンツが集まってきた。どうも、レアレアレアというか、最近あのパラパラ部にね、あの聞いて来てくれる珍しい人たちがね、来てくれました、ね、常連勢じゃない人たちが来てくれましたね。いや、もうでもたくさんももう3回目だからさ、もう常連じゃね。まあという説は置いておいて、はい、どうもいらっしゃいませ。まだ当然読み込めてないんで、ちょっと待ってね。多分4、5回は来てるんだよな。あ、5回、まあね、まあ、あの、あれだから、あの、ストロングゼロ入ってるから、だいたい1回か2回は誤差だから、誤差誤差。一発だけなら誤差かもしれないって、あの、ほら、偉い人も言ってるじゃん。ね。そうそう、そういうこと。よいしょ、あ、変なメニュー出しちゃった。そうそう。よいしょ、あ、ちょっと、じゃあ、今日飲んでる、あ、ストロングゼロじゃなかった。キリンザストロング。じゃない、氷結ストロングだった。これね、シチリア産レモンって書いてあるよ。じゃちょっとバーチャル、飲むね。バーチャルストロング、氷結ストロング飲む。ああ、なんか随分和風な感じで、いけ、いでたちですね。タゴルタさん、タゴルタさんね、最近はね、銀ゴリさんに名前呼ばれるぐらい有名な、あの感じのね、すごく、あの、声真似が上手な、あ、まあ、そのまたその話してるっていう顔してますけど。名前を呼ばれているというか、名前を使われているというか、タグオルタという単語を使われているっていう感じかもしれないですけど。ちょっと、まあ、有名になったというか、なんというか、認知度は上がってるんじゃないでしょうか、多分ね。認知度って、ね、分からないものですからね、なんか自分からは。そうそうそう、だからラムダさんもいまだに有名なのか有名じゃないのか分かんないから。最近はいろんな枠で、うん、あ、本当にいろんな枠で言われてんの。面白いです。見た目と声が、はい、見た目と声が一致しない人だってよく。あ、本当？になりました。21、え、見た、あ、じゃあもう見た目と声すごいね。好きじゃなかったらいじらないわよ。え、あ、昨日なんか、え、VVTV で、あの、タゴルタさんのことを好きじゃなかったらいじらないわよって言ってたって、銀ゴリさんが。ってことはもう銀ゴリさんに対する認知度もこのかなり大好きってことじゃん。すごいじゃないですか、銀ゴリさんに言われてるよ。ちょっとちょっと VVTV 見てくださいよ。見てないってことがバレバレじゃないですか。ちょっとちょっと。やばいやばい。なんなら銀ゴリさんにも言ってますからね、私。あ、あ、ですか。あ、ちょっと、あ、ごめんね、私も見てなかったんだけど。ごめんなさい、私も VBTV 見てますね。じゃあ、ごめんなさい。あの、今、ネフィアさんにね、こう、ちょっと圧を受けてもしょうがない。私、銀ゴリさん公認の VBTV 見てないぜなので。うん、何、公認の見てないぜって何、わけわかんないんだけど。見ればいいじゃないですか、別に。見てよ、見て見て。あ、ごめんなさい、私も見てなかったけど、確かに。あ、見ます、私も、私も見ます。あ、時間的な、あ、タイムシフトあるじゃん、タイムシフト、タイムシフト、タイムシフト、ティーンスって。あ、でも、ここに突してたりしたら、タイムシフト見るじゃん、ね。見る時間がないんですよ。ないですよね、確かに。それ分かるまん。だから、私もタイムシフトを録画するツールをちょっと使って、ずっと溜まり続けるタイムシフト。え、何、え、え、ね、で、え、どうしたの、あ、時間なので落ちますねって。あ、ネプギアさん、そうなんだ。あ、そっか。あ、うん、オッケー。あ、じゃあ、踊れなかったね。あ、でも、いいか。じゃあ、あの、ちょっとペドさん、ちょっとこっち来て、こっち来て、あの、後ろにいるラムダさん、ちょっと見えるようにしてあげて、うん、それで OK、OK、OK。じゃあ、いい、例のやつ流すよ、ナイト・オブ・ファイヤー、いい、とりあえず、まあまあね、ちょっと、まあ、なんか、あー、そうか、ミュートね、ミュートね、直しね、OK、OK、OK。あ、だんだん分かってきましたね、ここの流儀が。ここの流儀ってなんだろう。ちょっと、あと、ちょっとね、音量見てみてもいいよ、さ。真っ暗なんですよね、私の画面だと。あ、大丈夫、出てきた、できました。あ、オッケーです。大丈夫です、大丈夫でした。よしよしよし、じゃあ行っちゃいますか。まず駆けつけ3倍、あの、ナイトファイヤー、オッケー。なんだその表現はって感じだけど、行きます。じゃあ、タグさんは普通にうめえかんな。マジで。ありがとうございます。いや、バッチっすよ。あ、またちょっと変なものを握る。
グーの時にこの字するとのけとこ。今日はちょっとバックなんでね。ね。あ、ちょっとおしとやかに。このね、ペドさんのねパーツがすげえね絵的に派手だね。画面にぎやかだね。パーツが肘のパーツがすげえ。だいぶ目立ちまくりやすいね。いい感じです。はーい、ナイスオファイアでした。どうもありがとうございます。イエーイ。いや、いい感じだったんじゃないでしょうか。なんか真ん中がね、いい感じにな、画面的に騒がしいというかね、あのパーツがあのすごい暴れてたから、腕のパーツが ね、まあ、面白かったからいいと思うよ。うん、まあいろんなパターンがあるということで。そう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 。パチパチパチ。ナナさん、うるさいのがあったりしない。あ、ナナさん、あのパチパチありがとうございます。どうもね、ありがとう、ありがとう。よしよしよし。あ、今着替えてるから、ペドさん。どうか激しい。あ、なんか激しいらしいよ。私はちょっとね、本日お挨拶に来ただけなので。うん、あ、そうですか。あ、どうもありがとうございました。ご丁寧に、これはご丁寧に。どうも。じゃあ、またいつでもいらしてくださいね。どうもありがとうございました。はい。じゃあまた。あ、待って。待って、ダメだ、許さないよ。このパラパラブに来てね、写真撮らないで帰るなんて許さないからね。それだけは許されない行為だから、ちょっと、って忘れてたけど。今、はいよ。はぁっと。掴んだ瞬間でしたぞ。やっばっと思って、もうね、ダメだった、やばかった。あぶね、あぶね。ちょっと待って、あれ、ちょっと、ペトさんのモデル結構重いんだね。ロードが終わんないんだけど。何か読み込んでんけどさ、やっぱ多分、アクセサリーがめっちゃ多いん。多い気がするね。あれだね。さっきの見ても分かる通り、すげえアクセサリー積んでんだね、多分きっと。ちょっと、まあいいよ。ちょっと待ってる。あかねちゃんだからですよ、あかねちゃんだから。あ、大丈夫。あ、ちょっと待ってね。うちの PC がヘボいっていうのが一番要因だ、うん、ではあるので、そこはもうね、本当にすまないと思っている。あかねちゃんモデルは重いですか、ね、あ、重いのか。本当にすまないと思っている。あ、こっちが。モデルが表示されなくて。こっちのがね、もうね、ね、すごいリアルな、似ている。私はモノマネじゃないから、こっちモノマネだから、こっち。こっちはちゃんと食っていけるモノマネですね。私はもう食っていけないモノマネなので、はい。食っていけるモノマネって何？芸人か何かなの。でもさ、あ、そう、タグオルタさん、なんかさ、さっきさ、犬、あ、もうまだですね、もうちょっと読み込んでますね。あのね、太田さん、さっきさ、犬江さんのツイッター見てたんですけど、あ、見える？ちょっと、もうちょっとじゃあ見えそう、私の環境でも。あと、もうちょっとね、もうちょっと待って。逆に読み込み直すと、また読み込んじゃうから、うん、ちょっと、待った方がいいです。うん、ちょっとだけ待ってて、うん。で、出たら出たって言うから、うん。私、立つ回りしてたから、犬江さんのやつ見てないや。あ、見てない。あのね、あ、ツイッターを見たらわかるんですけど、なんかね、ほら、なんかバーチャル YouTuber がいっぱい集まって、アニメになったやつ知ってます？ 3D アニメの。バーチャルさんが、隣のバーチャルさんが。あ、バーチャルさんがなんちゃらって。うん。
あれ見たんですよ。そしたら犬江さんがなんかあの V カツじゃねえ、あのバーチャルキャストを使ってなんか犬笑う犬みたいな、なんか要はちょっとしたコント集みたいなやつやってみたいねみたいな、あもう見えた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 、をやってみたいねって言ってて、あの私気軽になんかね、あのちょっと漫才とか私あのなんか延期さんと話してるとよく漫才みたいになってるんですよねとか言ったら、うん、そういう漫才とかも合わせてやりたいねって言ったら、いいですよ、あ面白いですね、私 いくらでも喋りますよって言っちゃったから、あのもしかしたらあの太田さんもさ、だから手を挙げたらね、そういうのに参加できるかもよ、もしかしたら。あの太田さんの波の技を持ってるじゃん、あのモノマネとかさ、そういう技を持ってるから、お呼びかかったら即参上できると、面白いことできると思いますんでね、もし実現するかどうか知らないけど、ぜひ参加できるなら、うん、ねね、あのぜひ手を挙げていただきたいなと思いました。あの僕よりも面白いと思うんで。あ、じゃあちょっとペドさん、ちょっとカメラ見て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 、うん、じゃあはい、いいですか、はい、エプロンがね、ピッと立たないとあれなんで、ね、あ、なるほど、あ、いいですよいいですよいいですよ、いいですよ、いい感じのところで OK、 じゃあ行くよ、はい、チーズ、はい、 OK です、ありがとうございます、どうもね。じゃああのツイッター社にぶち込んでおくんで、よいしょ、これかな、はい、ぶち込みです。あ、あ、オルタさんどうもありがとうございました、またね、どうもありがとうです、どうも、はい、あ、ツイッター社からあれがピッチャーフライ飛んできた、よし、帰ってきた来た来た来た、はい、撮れてます、ちゃんと、オッケーオッケー、待って、あ、固定できてなかった、じゃあこんな感じにしておきます、この辺しよう、誰か来るかもしれないから、よしよしよし、今日多分ね、へ、あ、やばいやばい、あ、パ、思いっきりあのパンツの中にあの顔を入れた変態になってしまったんですけど、ちょっとまあ今のは不慮の事故だから、ラッキースケベっていう言葉があるよね、世の中には。だから私今ラッキースケベだったんだけど、まあそれはいいとしてえ、何、ちょっと、あ、何、許してくれないタイプ、ちょっとなみなめさんだけにして、それはあおいちゃんモデルで許さないのはなみなめさんだけにして、なみなみさんなら言うっすけどちょっとそうだね、今日さ、最近撮りたての曲って、今日撮った曲もあるんですよ、今日撮った曲ちょっとテストで流してみていい、いいですか、うん、今日撮った曲があるから、これね、今日撮った曲なの、今日っていうかさっき撮った、じゃあちょっと入れるよ、ちゃんと流れっかな、 そもそもテストが何もできてないんだけど、ちょっと待って、あー、ざまーす、よしよし、じゃあちょっとこれね、あ、2人だからやっぱりバランスをとって前の方に出ましょうね、こうやってね、これぐらいのところでいいと思うよ、これぐらいでいいか、うん、いいと思う、よしよし、じゃあ流します、いくよ、あ、わかったわかった、多分ね、ずれてる、あのね、わかる、今ね、バッファーの読みがね、多分ずれたんだと思う、これで治ると思う、でこれでやってみましょう、動きがね、なんか早いなと思ったから多分ずれてたんだと思う、あの再生プレイヤーが、これでいけるいける、
あ、間違えた。私間違えちゃったじゃん。こんな感じでーす。うん、なかなかね、このポーズとか、このセクシーポーズじゃないけど、決めって感じ。ちょっと特殊なね、踊りなんで、なかなか良かったと思いますよ。うん、いい感じの動きができたと思います。そうそうそう。ちょっと間違えるとなんかね、なんだろう、棒踊りみたいだけど、一応これアラビアの踊りのイメージだから、ピッ。レディーオーって感じ。そうそうそう。なかなかね、難しいんだけどね。決めポーズ良いですね。決めポーズいいでしょ。決めポーズがあるんです。しかもね、これちょっと古めの曲だからね、豆腐さんもちょっと反応してたよ。いや、いいと思います。だからみんなの、いろんな人の受けっていうかさ、好きな曲っていろいろあると思うんですよ。でも、ナナさんはさ、なんかビートマニアのラブトゥーミーだっけ、あれとか、キャストポーリンラブとかのユーロバージョンをさ希望してたけど、だからいろんな人がさ喜べるようにしたいじゃないですか。だからね、エキさんが分かるテイクミハイヤー入れたいとかね、肌倉さんのためにセーブミー入れたいとか、いろんなことをしてるわけですけども、はい、まあまあなんか今まあいろいろとね、肌倉さんも頑張ってビートオブザライジングさんを覚えようとしたりしてるみたいなんで、まあそれを応援していきたいなと思ってます。ちょっと待って、ラムダさんね、もうすでにね、こんな踊っただけでね、もうね、暖房切りたい。切るね。みんなが独自に練習しているのも一緒に踊りたくて練習してたら追いつかなく。ね、そういう問題もあるので、あれですね、私の考え方としては、マハさんがさ、ノンストを作ってくれるじゃないですか。だから別にノンストができるまでは、もう好きな曲踊ってればいいと思うんですよ。で、むしろね、新しく追加したやつを全部覚える必要はないと思ってて、ノンストができた時に改めて覚えてぐらいでもいいんじゃないかなって思ったりして、なかなか難しいとこなんですけどね。あ、鉄人来たじゃん。まあ、何が正解かはもう正直わからない。でもとりあえず曲はいっぱい増やしてみたっていう感じですね、今のところは。ね、リクに答えて難しすぎる。踊りたい曲とノンスト準拠の2本立てみたいに私は練習していこうかなってところですね。なるほど。うん、別にいいと思います。だって誰が何の曲を踊るっていうのは私は別に制限した覚えはないので、皆さんの好きなのを踊ればいいと思う、基本はね。でもみんなで揃って やりたいっていうのも当然あるから、そのため の指針となるのがノンストップだと僕は思ってるので、そうだね、ノンストちょっと待って、もちろん稲橋の姿は私はまだ読み込めてないんだ、ちょっと待ってくれ。だって歌うから、うちもうちょっと土曜日になったらパワーアップするから待って。そう、第9世代の CPU になる。うん、あさってパワーアップするから。あ、2日で、あさってっていうか、もう日付上で言ったら明日だよ。日付上で言えば明日パワーアップするから。そうそうそう、ね、もうやっと i7-9700K が来るからさ、ちょっと待って。じゃあ、後配信ができますね。やっとだよ、本当に。やっとできるようになるんだよ。あ、映った、オッケーオッケー。よし。そうだよ、だってね、鉄人だって足が動くようになったりとかさ、ゆうさんも足が動くようになったりとかさ、みやちゃんもさ、なんか i9 になったりとかさ、世の中が進歩してるのに、俺だけついていけないなんてさ、ダメだよ。俺だって頑張って、i7 にしたんだよ。i9 じゃないのかって言われるかもだけど、いらないから i9 なんて別に。そんなに必要ないから。あって言うと、みやちゃんに怒られちゃうかもしれないけど、そんななくてもいけますから別に。そうそう。ね。で、多分、ベンチスコア測ったら別に多分、ね、2070と1070でも別にそんな大してか、まあ、やっぱこれ言うとまたみやちゃんに殺されるかもしれないから、やめとこう、これぐらいにしとこう。指定したわけじゃないから別に。
そうそう。あ、鉄人なんかある？踊りたい曲なんかあります？なんか最近の曲でもいいよ。ヤング&ワイルドがなんとか踊れてるのかなぐらいまでできたので。お、来た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 。お、マジで練習してんだ。じゃあちょうどディスクあるから、じゃあ差し込んでやってみようか。ずっと練習してましたよ今週は。マジで。あ、すごいね。これ難しいもんね。なんかぶっちゃけこれは裏だから完全なる。いや難しい。そう、裏の振りだからさ。裏ってか表ないんだけど、これの振り、あのマッハさんでもね、これ2種類あるんだってマッハさんに聞いたら、これ簡単な方の裏なんだって。これでも簡単な方の裏って言われたね。でびっくりするよね。頑張ったんだよないや 俺もこれ覚えるのね、めちゃくちゃ頑張ったから秋ってね。そうだよ、あの一緒。あのね、分かる、気持ち分かる。まあいや、簡単、うん、でな、簡単な裏だって言われたマッハさんには。まあまあ踊ってみようよ。じゃあとりあえず何はなくとも。じゃあちょっと待ってね、あのディスク振ってきたりするか。あ、誰か来た。あ、誰さん、なんか最近パラパラ部に来る確率高い。ほうほうほうちょっと待って、あ、間違えた。直前の突回りで、あ、そかつ、はいはいはい、更新のお知らせ。はい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 。おおー、なるほどなるほど。見えないということで、あれ、あ、もしかしてあれかも、アクティブ現象かも。重いのかも、ちょっと待って。あ、直して。ということで、まあ、あと 3分ぐらいしか、ね、あ、本当ですか。回れないけど、本物。あ、じゃあ、あ、どうぞ。じゃあ、一発踊ってきます。2分ぐらいで終わると思いますけど。あ、そうそう。あ、どうします？あ、それも、あの、これ、うん。はいはいはい。ああ、あのですか？あ、じゃあ、アップデートします、します、します。すごい便利なんで、うん、本当に、マジで。てか、あれないともう無理。ね、うん。マジマジマジ。ちなみに、今回のアップデートで、確認ブラウザから、直接 Google ドライブにアクセスができて、おお、ドラッグアンドドロップで、はい、アップロードが可能になりました。ブラウザ同様ですね。完全普通のブラウザに近くなったんで。おお、すごい。そう、タブ一つの普通のブラウザになったんで。マジっすか、お、すげえ。主に今回はブラウザ強化っていうことで。おお、進化している。すごい。そうみんな、あれだよ。秋野さん、ね、ツー使うべきだよ。そう、コミュニティのところのトップにあるからね。そう、使ってますよ、私も。これないと無理。ブースにね、貼ってある、はい。あ、そうなんですね。っていうのも、サーバーが飛んだから、サーバーが壊れて。サーバー飛んだ、マジで。嘘。サーバーの、まず元電源が死んで、今、うわ、新しい筐体を、なんと、あらまあ、それはご収集様でございます。サーバーが使えないからすげえ困ってるけど。あ、それは困っちゃいますね。あ、じゃあ、そう、しかも配布だったからね、急いでアップロード。おお、なるほど。YouTube 側にも動画を上げて。あー、なるほど。ね、じゃあ、わかりました。ちょっとそういうバックグラウンドをちょっとね、鑑みつつ、ちょっと私もじゃあバージョンアップして、ちょっと使い心地がどれぐらい上がったかを確認ね。させていただきたいと思います。はい、ぜひぜひ。よしよし、やったぞ。パラパラブはだってさ、差し替えが結構多いからね、ディスクの。あの、私の踊り直しで差し替えたりするから、で、新曲も最近どんどん増えてるから、あれないと管理できないよ、絶対もう、もはや。はっきり言って。動画は見れた、うん。YouTube の動画は再生して普通に見れた。あ、見ました。あ、すごいすごい。じゃあ、ちょっと、試してみようかな。もともとが IE なんで、こういうアバターの確認はね、できなかった。WebGL が重たすぎて、IE 自体が動かないみたいで。はいはいはい、おー、あ、そんなに重いんですね。あ、まあそっか。重たいっていうよりね、はい、ニコニキ体のバグ方の、はいはい、うん、問題。WebGL は動くんだけど、なるほど、プレイヤーが読み込めないっていう IE で、IE 自体が読み込めなかったんで、まあ、両方、ブラウザと、会員ブラウザと両方で試したんで。ドワンゴ聞いてるか、ドワンゴ。今は悪くない。お、ドワンゴ聞いてるか、今。IE が、IE は、あ、IE で、対応できてないよ。IE に対応できてないって、おい、ドワンゴ聞いてるか、おい、って、あまりね、ドワンゴ適切に回すと、放送遮断されるかもしれないから、ちょっとあまり、ほどほどに。パラパルブは、ドワンゴを応援しています。
で、秋野さんのツールも応援しています。イエーイ。とりあえずこれで、はい、バランス取った、はい、ノルマ達成でございます。はい。とりあえずこれはやっておく。ノルマは達成したはず。あ、ペドさんどこ行った？あ、ペドさん読み込み中。もしかして、あれ、ペドさんどこ行った？隠れてるわけじゃないよね、まさか。隠れんぼをしてるわけじゃない。あのね、あ、いるじゃん。いや、おるやんけ、おるやんけ。 どなたかおるやんけ。あれ、秋野さん大丈夫？あの、一曲踊るだけの時間あります？なかったらもう、あの、大丈夫ですよ。あの、時間なかったら。あ、じゃあ行っちゃいます。行っちゃうんであれば、写真だけは撮っていきましょう。いいっすか？一応、あの、伝統だから。とりあえず、パラパーブ来てくれたよっていう人の写真は撮っていくので。そんな時間だった。さっきまで。あ、いや、とぬぬぬ。はい、ああ、やってたんですか、なんか。ああ、なるほど。ああ、それはお忙しい。じゃあ、あの、まだ放送中だからね。あ、そう、そうなんですね。じゃあ、あそこにカメラあるので、カメラ見てあげてください。いいですか？はい、いきますよ。はい、チーズ。よし、こんなもんかな。じゃあ、これで。よし。じゃあ、お知らせを書かなきゃいけないから、お知らせを書く。ああ、なるほど、なるほど。じゃあちょっと だいぶお疲れ気味の感じの秋野さんが映ってるけど、じゃあ飛んでけーい。で、みやちゃんがやってきた。はい、みやちゃんいらっしゃい。はい、じゃあどうもありがとうございます。あの、秋野さんどうもいらしていただいて、はい、どうもありがとうございました。はい、ちょっとピッチャーフライ飛んでき、あ、飛んできた。あ、オッケーオッケー。その辺に適当に貼っといてください。またね。またね。よし、よいしょ。さて、立ち上がった。よし、なんか今日はね、パラパラまだあんまり、ね、おお、すごい。え、ちょっと待って、まだ読み込めてない。あ、読み込んだ。お、え、すげえ。おお、すごい。なにこれ、なんか、え、すごい。ゴスロリってやつ。これゴスロリだよね。だよね。めっちゃ可愛い。すごい。これはまたね、やっぱみやちゃんのね、衣装センスはすごいですよね。おー、すげえ。おー、腰が飛んでる。あ、カン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 。腰トラはね、腰トラはね、ほんとね、飛びやすいだから、ね、気をつけた方がいいよ。あの、ベースステーションの位置関係とかで結構飛びやすいから。そうそうそう。私も結構飛ぶ。いつもと同じ位置なのに。ほんと？じゃあ、ちょっと、あれ、ペドさんなんかなぜか後ろに隠れてるけど、あの、いいの、そこで。あの、よければいいけど、あの、我々踊るよ。大丈夫。ペドさんも踊っていいんだよ。ほら、いたじゃん、いたじゃん。あ、なんか準備してただけ。あ、じゃあ、これぐらいのさ、間の感覚でいいからさ、とりあえず、あ、ちょっと、あ、どうした？踊りましょう。踊りましょう、うん、踊りましょう。じゃあね、みやちゃん今ね、ヤング&ワイルドが入ってるから、とりあえずヤング&ワイルドをかけようと思います。ノンストップメガメックスマッハの一番最後に入ってるやつね。じゃあ単品でも上がってるんだけど、じゃあ行くよ。準備していきます。あー、そっか、みやちゃんのマジ。ちょっと待って、みやちゃんのミュートと途中から始まるというトラブルがあるっぽいので、ちょっと一回止めますね。で、じゃあ、まあよくあることですよ。じゃあ行きますよ。はい、これで大丈夫でしょ。本当は練習してる。難しいんだよね。ここドアとかじゃなくて全般的に難しいからね。あ、また忘れた。
あ、あーでも結構できてんじゃない、やっぱり練習してるだけあってね、で、ね、できるようになってるじゃないですか。ラムナさんがまだとちってるっていうのに。あ、ありがとうございます。ユウさん結構シンクロ率高かった気がします。あ、本当結構シンクロ率高かったってやってね、リフは確かにそうかも、シンクロ率高かったかも。あ、いらっしゃい。これはこちらの方はあのあれだね、あのこちらの方のあの配信からね、そうですね。いやなかなかね激しいから、あのヤング&ワイルド、そうそうそう、あのね、あのあれなんですよね、忘れちゃいがちなんだよね。そう、結構特殊だし動きも、そうそうそう。ちょっと待って、あのラムダさんはあの今、次はミカドだ。あ、オッケー、ミカドかけるね、かけるけど、ちょっと待って、あのあれをドリンクを飲ませて。ドリンク飲んだらミカド。いつものいつもの。え、アルコール入ってるよ、当然当然だよな。アルコール入ってる。ストロング氷結ストロングだね今日は。うん。シチリアサンレモンって。ね、うん、ちゃんと覚えない。おお、ミカドですか。いいですよ。てかラムラさんさ、あそこのマッハの曲に入ってるさ2曲さ、あのお手本出してないんだよね。あれ出さなきゃいけないかなって、メイドオブファイヤーとバンドレロコマンチェロ。あれは別にすぐ出せるから、なんか土日ぐらいに出しときますね。うん、なんか練習無理はしないでください、ね。うん、てかさ、ちょっと昨日ちょっと出しすぎたよね。3曲出して今日はもう1曲出しちゃったから、なんか出しすぎかなって思って。追いつけないんですよね。いや、あのだから全部やる必要マジでなくて、あのね、気が向いた時でいいんだよ本当に。あので、あのメガミックスみたいなのでまとまった時に踊れればいいだけだと思うから、今だと、うん、今まではさ、あの曲数が少なかったから、あの毎週やってたけどさ、あの別にダッシュでマジでダッシュになっちゃったから、あの、ね、そんなに気にしなくていいと思うよ。うん、よし、とりあえずはミッキーマウス覚えて、パート3を踊れるようにして、うんうん、そうだね、最優先ですね。覚えた後はパート3はさ、ほらミッキー以外はさ、みんなもう散々踊り狂ってきた曲しか入ってないから、テイクミハイヤーとかさ、あのランニングインザナインティスとかさ、スピードウェイとかさ、狂ったように踊ったじゃん我々。ナンバーワンはあんま踊ってないかもしれないけど、ほぼ踊り切った曲ばっかだから、ミッキーだけ踊れればね、あれノンストいけるから。そうそうそう、そうなんですよ。じゃあね、あとミカドだよね。じゃあミカドね、覚えて教えられるように 、うん、ならないと。ああ、いや、もう全然ね、あの詰まったら俺に言ってくれれば全然教えますから。あのてか難しいところ一箇所だけでしょ、これだけでしょ。だって僕らのクラブのリーダーはーって、まだ見てないんですよね、ちゃんと。あ、そうなんだ。まだちゃんと見てないんですよね。とりあえずヤング&ワイルドを。あ、オッケーオッケーオッケー、うん、分かった。あ、ユウさんがマッハとサードを早く踊りたいってノンストップ。うん、ノンストップ好きなんだね。やっぱノンストップ楽しいよね。踊り切るとやっぱさ、いっぱい曲が入ってるしさ、早いしさ、あのね、達成感あるよね。あの分数も長いから、そうそうそう、そうそうっていうのがあって、マッハさんのおかげなんだけどさ、全部。よし、じゃあミカドが入ったぞ。で、そこのちょっとディスクをいただきますよ。よいしょ。はい、この辺突っ込んどこ。じゃあまあね、そこにいるちょっとペドさんを置いときぼりしてる感もあるかもしれないけど、ちょっとまあペドさんもなんかこういうものを踊ってるって感じてください、感じ取ってください。ちょっとね、あの申し訳ないけど、ミヤちゃんとあの稲葉鉄人はねガチ勢だから、あの全て踊れてしまうので、ちょっとそこはもうね、ご容赦願いたい。そうね、しょうがないんです、そういうもんなんです。はい、じゃあ、まあまあまあね、あの遊びでもいいから、あの別にあのここはね、あのガチ勢しか来ちゃダメな場所じゃないからね、あのエンジョイ勢も来ていいんだよ。とりあえず試しに踊ってみたいって人でもいいんだから、いいからね。全然遊びたい人は遊んで、遊びっていうかなんか真似したい人は真似して、本当あのね、ガチで練習してる人はビデオを、うん、あ、オッケーオッケー、いいよ、オッケー。じゃあ行くよミカド、オッケー、準備オッケー、行くよミカド、行きます。
ました。30分延長しました。38。はい、なんか結構鉄人悩んでるっぽいような動きが感じられたんだけどちょっといろいろと間違えました今、ちょっとそうだったね。なんか横で見ててなんか結構あれって思ったから、まあまあ別にこの辺の入りのタイミングと終わりのタイミングがいまいちよく分かってなかった。この後のあちょっとずれるんでしょうね、なぜか。なんかずれてる気がするんですよね。動画はあんま信用しない方がいいよ。とりあえず多分ね、あれだと思うよ。一応あのマッハさんの教えに従えば足が先に出てから拍手に行くはずだから、てんてんてんてててててんてんになるはずだと思うんだけど、動画はずれてるかもしれない。拍手が終わった、拍手が終わったタイミングでこれ右足から出ないとダメなんですけど、どうしてもなんか詰まるんですよね。こうあったあとすぐ行かないとっていう余裕が全然ないんですよね。なるほど。だとするともなぜかもしかすると、その論理、私ね、別にマッハさんにね、直接聞いてないから、そこのポイントだけ聞いてみてるのいいかもしれないよ。あの、ディスコとかで、あのマッハさんにちょっと、ここの振りで、あここのって、ミカドの、あの、A メロの拍手の最後のところで、足が合わないんですけどっていう話をすれば一瞬で伝わると思うから、そう。私もよく考えたら、あれ結構無理やり右に出してる気がするから。そう言われるとね、今に、あれだから、だからなんかさ、そうそうそう、なんかしてる気がするんですね。だからね、そう、なんか一個抜けてる気はする、確かに。そう言われると、よく分かってないですね。一拍抜けて、あの手を出してる気はする、確かに。あ、無理やり俺ね、右手に合わせようとしてるところは確かある。それはね感じた。なんかあれなんかこっち右持ってかれちゃうなみたいな感じはね、あったから、それはね正しい疑問だと思うよ。まあ解消するんであればぜひね、あのディスコを活用してください。あのマッハさんという天才がいるわけだから、ですね、そうそうそう、それで解消すると思う。ちょっと私も正解を持ってるわけじゃないんで、あのとりあえずの動きはできてるとは思うけど、それぐらいだったらもう本当にピンポイントだからすぐ教えてくれると思うよ。そんな感じかな。え、ミカドはもうそんぐらい、え、じゃあもうあとは大丈夫まあまあ他もあーっと、ヘッドタマのヘッドトラッキングが外れた。あ、また首が動かなくなった。マジで。これさ、再起動しなきゃ動かなくなっちゃうやつでしょ、これ。マジで。再起動なんで、とりあえず呪縛に帰ります。あ、わかりました。じゃあ、ちょっと、稲葉鉄に一瞬帰るって、また来ると思われるので、じゃあ、ちょっと、はい、じゃあ、一時的に退避。あ、そうか、メニュー、あ、出せた。あ、俺追い出した方がよかったっけ。あ、まあいいや。はい、あ、じゃあ、あのペドさん今ゴリアテさんの偽物になってます。はい、じゃあね、ちょっとまあそれはいいとして、おちょっと待ってよ。なーとね、じゃあね、何しよっかな。ノンストさ、サードさ、ちょっと作った、あれ、昨日か。みやちゃん、最近マッハ、あれだよね。あ、これか。ちょっと待って。あ、これ待って、こっちか。みえちゃん確かさ、ゆうさんの枠でさ、あのマッハ踊ってたよね、あのノンストのマッハ。だからちょっと踊ってみようか。上手くなってると思うし、2回目、3回目やって、よし、じゃあこれ入れるね。よいしょ、ちょっと、よし、そんなとこにディスクってくんだ、すごいとこ降ってきた。よいしょ。ちなみにノンストップのディスクはなんとなく赤くしてみたけど見づらいかも。でも一応なんか分かりやすいから、ま、あの普通のディスクじゃないんだなってのを俺分かりやすくしたかったから赤くしてみました。はい、ちょっとね、ストーフさんからもなんか意見あったらください。はい、じゃあいきますよ。あ、わかった。ごめん。ちょっと。かしこま。ね、ずれてる。ごめんね。やっぱり最初にずれてるので、ね、分かっちゃうと、もうやっぱ直したくなっちゃうから。じゃあちょっと、バッファーが今溜まると思うから。よし。じゃあこれでいけるはず。よし。ごめんね。
これで OK 大丈夫。お、いい、意外にシンクロしてる。いいね、いいね、いいね。ね、合ってると綺麗だよね。すげえ合ってんだけど。新しい方来た。いらっしゃーい。あ、ここパラパラ部ですけど大丈夫ですか？踊りを踊ってます。一緒に踊りましょうか。あれあれ姿が誰？あ、まさかあれ知ってる人？名前変えてるタイプ。あ、鉄人の言う誰？あれ？だ誰今の？ちょ待って待って、誰だよ今の。また名前にヒントが隠すかえってんでしょ、どうせ。え、誰今で出落ち感。出落ち感、あ、そうだね、確かに知ってる人かなって思ったんだけど、どうせ長月さんあたりだと思ったんだけどね。彼偽装してやってくるから。超早いデジャブ。
これまだね、単独で練習用のディスク出してないんだよね。あ、ニャバシが来た、戻ってきた。マッハ劣ってます、ノンスト。あ、ヤバシが来てもいいように開けておこう。宮橋なんかしくってる、音出ないとか。いや、あ、いや大丈夫、音が二重に出ててどこから出てるか分かんなかったです、ね、え、嘘、マジ。俺大丈夫だくんね、なんだろう。いや分かんない、いや多分僕の方のあれの設定、あ、設定がなんか多分。なるほど。あれ宮橋さんどこ行った。あ、宮橋さん見えてないのか。あ、後で、後でキャリベーションね、キャリベーションお願いします。はい、はい、ノンストップメガミックスマッハでした。どうもありがとうございます。はあ、すげえ、やっぱ9分あるからな、これな、長いんだよね。ありがとうございます。あの、みえちゃん、なんかあの稲葉くんから見えないみたいだから、キャリベーションお願いします。キャリベーションお願いします。ちょっとあれのシンクロがすごかったです。ありがとうございます。ちょっとね、あの汗かいちゃったからね、ちょっと汗拭かせて。熱え、やっぱそのアバターは一体え、そこペース、そこね、ゴリアテさんのような人がいますけど、ゴリアテさんじゃないよ偽物だよ。知らない間にヤバい発言している。
知らない間にやばい発言してるって何やばい発言って何そこに西当てさんだよ。あ、腰が飛んでる、うん、西当てさん、はい、西当て、違う違う違う、ペドフェリア、あ、ちなみにあれあれあれ、あの、じゃあ私がさ、情報一個教えようか。あのね、稲葉くんとね、ペドさんね、年齢一緒、あの、リアル年齢ね、一緒です。マジマジえとか言われちゃったよ。えとか言われちゃったよ。まあ、ペドさん信じてもらえてないよ。いや、びっくり。私、ペドさん。いやいやいや、だって僕では、いや、普通に僕の年齢で VR やってるとか、普通頭おかしいですからね。え、ちょっと待って、今さ、長月なんとかさんも否定したんじゃないの。ちょっと待って待って、他にもいるんだから。いや、長月さんはだってエンジニアじゃないですか。え、だってさ、ギアさんも。なんかやってんの？ギアさんも同い年だよ。ギアさんも同い年だよ。だってそう言ったら。ギアさんだって。そんなにいっぱい同い年いるんですか？いるんだよ。10代いるんだよ。意外と若い人多いんですか？だからさ、若えって思って、ね、私すごく印象深いんだけど、あの、まあみんな猫、ね、今年、あ、どなたか今いらっしゃいましたよね。あの、そう。なんか増えた。なんかどっかで見たような、見たことがないような、斬新じゃないようなデザインの方がいらっしゃいましたけど、さっき、なんかさ、こちらの、アナユキさんアナユキオラフさん、アナユキさん、さっき、来たとき、確かなんか私の姿だったような気がしたけど。まあいいんじゃないでしょうか。あの V カツで作ったのかな、わかんないけど、なんかリアルだよね、すごく。あのリアルなモデルだと思いました。あの体がね、あの顔は知らないよ。顔は何がどう対してリアルって言っていいのかわかんないけど。先ほど起きたレニエ。ああ、レニエさんお疲れ様です。どうもどうも。ああ、いやちょっとまた、あ、おはよう。あ、落ちたじゃないのか、起きた。ああ、おはようございます。どうも。あ、ごめんなさい、放送が終わって落ちて今こっちを見てるのかと思ってた。そういうわけじゃないんですね。起きたんですね。あ、おはようございます。よしよし、じゃあちょっと待ってくださいね。あの、私がもうちょっとだけストロングゼロ飲んだら、ちょっとね、やっぱマッハはね9分あるからね、疲れちゃうんで。ラムダさんのちょっとね年齢を考えてください。ゴリ押しで。ペドさんとかさ、新山君は10代かもしんないけどさ、私は10代じゃないんだよ。いや、言っても僕あれですよ、あの、あと10日後ぐらいには20代に行けますよ。あ、マジで。あ、そうか、レニエさん風邪ひいてたんですよね。熱があるって言って、あ、かなんだっけ、パンデミック、お大事に。なんか家族が引いたのが、あの、移ったんですよね。あの、一応私見てますから、ツイッター、うん、はい、あの、お大事に、本当に、ええ、あの、でもちょっと熱下がったんでしたっけ。で、まあ、下がったんであればよかったですね。いや、危ない。よし、ちょっと待ってね。なんか後ろで、あの、アナ雪さんがなんか書いてるから、ちょっと、なんかそれを待ってみようよ、試しに。何かが飛び出してくるかもしれないから。え、ね、よろしく？よろしくだって。ああ、よろしくお願いします。ああ、どうも。あの、ご挨拶をしたかったってことだね。はい。あ、なるほど。どうも。よろしく。いいですよ。パラパラ部はもう誰でもウェルカムだから。よし、だいぶ飲んだ。よろしくお願いします。よし、ハンド、私のハンド、マイハンド今持ったから、ちょっとこれで踊れるようになった。じゃあ、あれかな、うん、とりあえず、どうしよっか。ね、まあ大体心理、あ、踊らないの、あ、踊りますよ。何踊ろうかなって、あ、じゃあさ、あの、鉄人もさ、踊りたい。って言ってたからさ、し、みんなも知ってるからミッキーマウスマーチにしようよ。あ、なんかキノコ出てきたけど。みんな知ってる。え、ね、ナイトオブファイヤーとかじゃないのか。え、いきなり逆にこれこの方がさ有名じゃない？むしろ逆に最近ちょっとそう思ってきたんだけどね。そうだよね。で、鉄人も踊りたいわけだからさ、一石二鳥じゃない？これの方が。うん。まあそうですね。ね、じゃあ、すごいところにピピがあるんで、ちょっとピピ持ってくるね。そっちのそのピピ、俺すごい重要なの。この二人が並んでるの。うん、いいよ。後ろ下がらないとあれかな、入らないかね。あ、そう。僕が本当かぶっちゃう。ちょっと刺そうか。刺すだけ刺すね。あ、で一応止める。あ、ピピは。ピピ。あたり。オラフさんの顔がやばい。
オラフさんの顔がやばいってちょっとその的確な言葉だったね今。あの顔がやばいっていうかまあインパクトが強いということにしてね、インパクトは強い、すごくインパクトのあるお顔。見てたら頭おかしくなる。ちょっと待って、なかなか辛辣なこと言ってる気がするんですけど。なかなかだよね。あ、いけそう？あ、いける感じあるよ。大丈夫かな。あ、ちょっと稲橋をどこに置くかだね。あと、オッケー。あ、いい感じ、いい感じ、収まった、収まった。じゃあ、あの、いい。あ、でも苦しいほど好きだって、もう愛し合ってる、もうこの2人は愛し合ってるから、ね、この端と端の2人は愛し合ってるんで、よろしく。ペドさんとあのオラフさんは、もうこれ、恋仲だから、いいよ、許すよ。パラパラブの中ではね、あのね、同性交友は許すから、はい、異性交友は許さんかな。じゃあ、行くぞ。あ、困惑、あ、もしかして、あ、わかった、わかった、わかった。あ、さ、オラフさん、ここさ、ミュートになってるでしょ。ここミュートになってると思うんだ。ここね、ミュートになってると音出てないんだ。あの、一つすると絶対ミュートなの。だから音だ、うん、そうそう、そうなってるから、あの、うん、大丈夫。あの、ここの、これ、このマークね、このマークのやつね。この、うん、このマークがバツになってるとダメだから。うん、そう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 、オッケーオッケー。大丈夫かな？大丈夫かな？うん、多分大丈夫だと思う。うん、オッケー、オッケー、オッケー。あ、うん、じゃあください。また腰んでる。大丈夫。うん。あ、大丈夫。あの、そちらの腰の状況が今、なんでつままれマスコットみたいに。腰の状況がだいぶ悪いですね。そうですね。腰すぐつままれマスコット、あのラバストみたいになっちゃうから。じゃあちょっとこれで一回やってみるか。微妙に特に被るんですよね。あ、なるほどね。うまいつけ方が見当たらない。難しいとこですね、それは。はい、ミキマスマーチユーロビートバージョンでした。まあこんな感じなんだけどね、あのすいませんね、あのね、アナ雪さんとかにはあのな、何これはっていう感じだと思うけど、なかなかねこれを初見で踊れる人なんかいないから、あのやっぱ踊り続けるしかないんですね、こういう我々のように日々踊ってるので。そんな感じです。あ、日々踊ってても分かんないです。あ、じゃあ、ま、え、いや、あ、オラフさんの方、アナ雪は違うの。アナ雪さんで呼ばなくてオラフさんで呼んでほしい。あ、あのアナ雪っていうのは なんかついてるだけな感じ。あ、わかりました。あ、怒ってるよ、怒ってるよ。オラフさんね、オラフさん、オラフさんでした。はい、オッケー、オッケー、大丈夫、わかった、わかった。
オラフさんはちょっとなかなか今初見でこれを見てもあでももしかしたらじゃあやっぱナイトファイヤーとかを期待してるかもね。ナイトファイヤーもかけようか。そこに一応あるんだよ、接待用のナイトファイヤー。大丈夫大丈夫大丈夫。顔がやばいんだって顔がやばい大丈夫大丈夫、許容する許容する。あのだいぶ楽しませてもらってるようなので、ちょっとその間に私ディスク探すから待って。探すというかここにね接待用のやつだね。ちゃんともうディスクほんと厳選しようかなマジで。あのねありすぎるんだよだからさ毎回ログインするたびに全部片してんだから俺、うん、もうさすがにね日々増えすぎちゃった面があるよね。あ、絵頭に見えてきた。絵頭に見えてきた。ナンバーワンとかワンオーとか踊らない曲はそうだね。でノーストに入ってるからさ、それもスピードウェイとかも全然踊ってない。でスピードウェイもさボルサに入ってるから、あのノンストのだからね踊るんだけど、それは個別で踊る必要ないっていう意味があるから、まあそうだね。でそして今ねオラフさんが何気にナイトオフファイヤー持ってたからこれ流して欲しかったんだねごめんね、これあのそれに気づかなかった。わかりました、これねちっちゃくしたディスクナイトオフファイヤーだったから。うん、オッケーオッケー。じゃあナイトオフファイヤーをご所望なので、じゃあちょっと待って、今稲葉くんがキャリブレーションしてるから、それが終わったらあの流すね。一旦入れちゃうけど流さないから。じゃあちょっと待ってね。腰がなんか違和感がある大丈夫。ああありがとう、みやちゃんありがとう。 OK、 ちょっと待ってね。いや、ま、うちの環境ヘボいから読み込み結構長いんだほんとね、他の人の配信だとすぐね出てくるんだけどね、うちの配信マジ遅い。これ大丈夫だよ、あのバーチャルキャスト品質低だからね、うち低だけどね、あの3人超えてくるとめっちゃ大物になってくるからね。ああ、大丈夫、OK、出てきた、出てきた。大丈夫、安定してる体は。OK、ああ、安定してるね。まあ、なんとか。OK、OK、人の形を保っているならセーフです。じゃあ、行くよ、オラフさんも大丈夫。あの、始まるよ。行きますからね。はい、じゃあ、ナイトファイヤー始まります。よいしょ。お、いい感じじゃん。アマさん、うまいじゃん。何気に顔に似合わずうまかった。いや、顔に似合わずって何や。え、動き完璧できてるんですけど。マジで。うまいやん。え、振り分かってるね、ちゃんと練習した。もしかしてなんかそんな感じでその動きしてる。最近ねパワーパワー部来る人ね、わあえて練習してから来る人よくいるんだけど、いいんだよ別に練習しなくても、ここで教えるしまあ練習してきてくれるんならそれはそれでいいんだけどさ。でできてるよね完全にって思うんだけど、ちょっとね、なぜねあのペドさんのことあんま言わないかっていうとね、画面端すぎて見えないんだごめんね、画面端でねあの写真とかにか阻まれてて動きが見えないのごめん。コメントしたいんだけど、そうそう、あーボツってくれた、あーごめんねありがとう。あ、でもペドさんはね、うまいよ、ちゃんとできてるよ。うん、オッケーオッケー、ありがとう。やっぱナイトファイヤーだね。そう、実は来てますからね。あ、そうなんだ、あ、そうだ、あ、見た見た見た、ペドさん、ね、踊ってるよねそういえば、実習の枠で思い出したわ。もうみんなナイトファイヤーぐらいだったら当たり前なんだね、これ踊れて一般常識もしかしてこれだってこのディスクやべえよ、1700回超えてんだから再生数マジだよこの曲だけで1700個も超えてんの。ありがとうございます、ナイトファイヤーでした。だってさ時点のさ、その次に再生されてるのさベルファーレが900だけど、900の倍だ言ってるわけだよ、ほぼほぼほぼ倍再生してるからね、ナイトファイヤー。もうどこで再生されてんだって。私が把握してる限りでは自主連枠とサメ部とあと白夜
白夜ポンの放送だね。そこでね、朝のラジオ体操みたいな感じで流れる。30分延長しました。46。お、ちょっと今、オラフさん書いてるから待って。あ、楽しかったって。楽しかった。あ、それはそれは、よかった、よかった、よかった。あ、楽しかったです。あ、いえいえ、とんでもないです。こちらこそ楽しかったです。どうもありがとうございます。あ、じゃあ、オラフさんもしかして落ちる？落ちます？稲葉さんの配信時間は自動延長していなく？じゃあ終了したようです。ちょっと待って、あ、なんか稲葉さんの枠落ちたらしいよ。自動延長してないからで、豆腐さんが言ってる。よし、ちょっと終了まであと5分になりました。じゃあ、カメラね、最後にね、いなくなる前にみんなでキャミネン撮影する文化があるので、ちょっと写真写ってもらってもいいでしょうか。にゃばし、もしかしてなんか何バックグラウンドでやってるってことは、あ、なんかすごい圧を感じるけど横から、うん、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないですか。お、なんか大丈夫大丈夫、ちょっとここにあまりにも服が被るんでもう脱いできました。あ、そういうことかしこまかしこま、オッケー。あ、そっか、1,2,3、これだ、トークライダー、あ、これでいこう。うまいこと入れるところがなかなかないぞ、これは。あ、入って、頑張って入って、頑張って入って。慎重かな。あ、そう、ま、前の方入っていいよ。座らせてもらおうかな。そうそうそう、いい、大丈夫、オッケー、いけてる？いくよ。はい、チーズ。よっしゃー、これでいいでしょ。オッケー、オッケー。じゃあ、ツイッターさん行くよ、送るよ。ツイッターさんに、ツイッター社さんに送りますよ。ぶち込み、ぶち飛ば。そう、ぶち飛ばといえば、あ、お、すげえいい、すげえいい。ラムダさんね、今までにない表情してる。ちょっとエロいかも。ちょっと待って、ちょっとエロさせて。あー、どっちがいいな。やっぱエロい本にしよう。エロい本にします。セクシーな本にしました。よし、ラムダさん、セクシーな本にしました。自分でセクシーって、って思ったけど、ちょっといい写真が撮れたよ。多分ね、降ってくるから。オラに元気を分けてくれ。あ、来た。もう早いし。ちょっと下りがなんか、ほら。ちょっとあれでしょ、いつもよりラムダさんちょっとセクシーでしょ、ほら、どう、そうでもない。かしこまなんだけど、多分かしこまの逆だったね、これ。ちょっと幻想さんには負けねえぞっていうところを見せてた。このキューブはあれです、犬江さんに描いてもらいました。え、イラストね、犬江さんの渾身の一作です。すごいね、ありがとうございます、犬江さんっていうことで。そうそうそう、あっさりっぷ、あっさりっぷ、イエーイ、はい。え、なアスタリスク。よいしょ。じゃあちょっと、まあ、これはこれで、ちょっと、ちびちびめておいて。あ、じゃあ、オラフさんは、え、こんな感じで落ちます？どうします？アスタリスク、わら、トースライダー。あ、変身ポーズ取って。あ、なんか今、変身ポーズで去っていったんだけど。すごく仮面ライダーだったんだけど、一瞬だけ。ありがとうございました。なんか楽しい人でしたね。アナ雪ってついてたので、アナ雪を言っては怒るのは、なんでアナ雪を言ってはいけない、言ってはいけないのになんでネームプレートに書かれてるのか私には分からなかったんですけど、ちょっとそれは秘密がいろいろ隠されてるということで、あまり触れてはいけないことなんでしょう、きっと。じゃあさあ、あ、いいよ、ちょっと、あ、いい感じのところにでも犬江さんのあれあるからいいか、それは、そのキューブはそのキューブで、まあその辺に、うんうん、一応置いといてください。でも、まあ、私の自己顕示欲みたいになってるから別になくても大丈夫だけど。じゃあさ、今日さ、あんまり今日のね、コンセプトは、ユウさんがさ、寝落ちしたりしてるじゃん。で、負傷したりしてるじゃん。でさ、どれぐらいさ、配信したっけ？一応1時間以上もやったよね。1時間半ぐらいやったっけ？ちょうど1時間半ぐらいか。ちょっとさ、今日平日バージョンだからさ、短めでさ、次ラストぐらいでももう問題ないかな。ラムダさんが眠いっていうだけなんだけど。大丈夫。なぜなら多分ね、一曲ね、収録しちゃったからだと思うんだ、私のね、余計なことを一個やってしまったね。曲はちょっと、じゃあまだ踊れないかもしれないけど、ボルさんやってみよっか。ノンストップメガミックスボリューム3、ちょっととりあえずチャレンジで、多分だってみんなが踊れないのさ、ミッキーだけじゃん。あとは全部、あ、大丈夫、ね、あとは全部踊れる曲のはずだよ、うん、だからここに赤いディスクの中にね入ってるからね、待って。ね、これセカンドでしょ。一応ギリギリ読める。あ、これか。あったあった。これね、超汚いからね、後で、ちょっと父さんと相談して直そうかなと思うけど。一応私が適当にサイで直した。ノンストップじゃなく、ファーストとかだけでいいんじゃないかな。あ、そう？
赤でわかるんだったら。ああ、メガミックスっていう名前がいらないってこと。あとはノンストップメガミックスっていうのを完全に省略して頭文字だけにしちゃうとか。なるほど、ほらほら、ちょっと、豆腐さん見てますか、聞いてますか、これ柔らか頭、柔らか、10代のこれが柔らか頭。あの、で、入れ、NM? メガ、NMM か。うん。なんかさ、私とりあえずディスク赤くしてみたんですよ、試しに。そしたらすっげえ見やすくなったから、あのノンストだけ踊りたい人はノンスト取ればいいし、ノンストじゃないや、個別のやつやりたい人は黄色いディスク取ればいいし、みたいな感じになったけど、それでもノンストップメガミックスっていう表記が長すぎるから、ちょっと、そもそももうね、赤くしてファーストとかセカンドとかマッハとかだけでもいいとか、もしくはノンストップメガミックスだから NMS とかなんか適当に略称でもいいんじゃないかっていう案を、あれだね、あれあれ、あの雑談でもいいから書いといて鉄人書いてみて試しに、うん、お願いします。みんな他のもうなんか父さんいたから、父さんいたからいいかな、うん、あ父さんに、あいいよ、あの父さんが了解、あ了解だって、了解だって、じゃあ、はい、私に来たら勝手に私開けとくね、それで、うん、ありがとうございます、お願いします。じゃあそんな感じで OK、 じゃあお願いしますという感じで、じゃあ行きますよ、これラストね、じゃあ今日これで締めるね、これでちょっとね、明日会社も頑張ろうねっていう感じで、まあ会社じゃない学校かもしれないけど、まあね、人によっては。まあまあ、という感じでいきましょう。じゃあ、あの昨日撮ったばっかりのやつ。はい、ボリューム3いきます。この、ここのとこ気にしないでね。これで大丈夫だってマッハさんは言うから。これ大丈夫なんです。ダメじゃないよ。これ大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。狼狽してはいけない。大丈夫大丈夫だから。これ大丈夫だから。大丈夫だから。あ、先に走る？なんかまずかった？え？あ、もしかして、流れてなく？動画撮ってる。え、でもいいよ。大丈夫だよ。多分。あれじゃない。撮ってるのが多分早すぎて、多分ずっと流れてたパターンじゃないですか。ええもはやトランが、あずれてた、ずれてた、あオッケーオッケー、わかわかりました、じゃあオッケーオッケー、じゃあもう一回あの直しましたんで、これで合うと思うよ、うん、大丈夫大丈夫、うん、そうね、そういう時あるからね、でもね分かんないんだよね結構、うん、これで直あと合うと思います、じゃあうんオッケーなはず、5秒ぐらい流してから止めないとダメなのかな、もうね本当ね、教授なんとかして、はい、じゃあ行きます、マジかずれまくりじゃん。なぜなんだ、またこれ聞くのか、うん、あ、まあしょうがない、このくだりはもうね、はい、もうしょうがないんだよ、これはこれ痛くて、マッハさんこれ痛くてしょうがなかったんだよ、これ遊びです、ちょだ ここでちょ、ここでね、大丈夫です大丈夫ですってね言わなきゃいけないくだりなんだけど、こうこれが早いんだわね、
こっから安心の曲、踊り慣れた曲のみの構成です。やっと。腰が飛びそう。これね、横蹴とは危ないよね。トラッカー危ないんだよ、そういう時。ドングルが曲げてる向きにあるんで、ちょっと危ない気がするんですね。あ、なるほどね。お、片足いいね、出てるね、ちゃんと素晴らしい。
イエーイ、ノンストップメガミックスサードでした。どうもありがとうございます。イエーイイエーイイエーイ。いや、やっぱね、踊り慣れた曲、まあミッキーマウス除くはね、みんなやっぱ踊れるよ、もうあのここにいるめ、ね、メンツというか、まあペドさんはまだ、ね、あれかもしれないけど、ね、確かにね、急にナンバーワン来るとちょっと私もね、あ、ナンバーワンどうだっけって一瞬思っちゃうけど、あ、レニーさんどうもありがとうございます。そうね、あ、ナンバーワンそうだこうだったって一瞬になっちゃうけど、そうそう、そんな感じですね。で、ミヤちゃんはね、やっぱ完璧だから、できてるできてる、もうね、横で見ててもね、まあ、完璧ではないまだまだ、そっか、ミヤちゃんまだ高みをね、そうだね、みんなで磨いていこうね。そう、ミヤちゃんだけじゃない、俺もね、とちってるから結構部長がまずできてないのに、みんなができてる、できるのは結構難しいと思うから、そうそうそう、頑張りたいと思います。ペドさんもなんか自主練枠結構来てるみたいじゃないですか、私見てますからね。キネクトでナンバーワンはかなり厳しそうな気がします。あ、もう全然全然、一生懸命練習していきましょう、一緒にね、仲間として。ペドさんもよかったら、あれ、ペドさんってもう入ってたっけ、 あそこ、あのディスコードよかったら入ってね。あ、はい、もう入ってた、もしかして入ってた、ごめん私見逃してる。入ってなかったら、ね、パラパラ部のディスコード入って、あの仲間だから、もうあの部員ですね、な、踊ったら仲間だから、そう、そうやってパラパラ部は仲間を増やしてきたので、まあよかったらでいいよ、嫌だったら、嫌っていうか、あの抵抗があれば、あの全然どっちでもいいので、はい、そんな感じで。じゃあね、とりあえず今日平日じゃん。で、はあ、まだまださ、あ、じゃあ、あの木曜日と金曜日さ、仕事しなきゃいけないじゃん、みんなに。あ、金曜日、あ、金曜日、明日金曜日だっけ。あ、もうだ、脳が。今日金曜日、マジで。はあ、でね、連休があるじゃんね。連休があった後ね、部長のレビューがあるのにね、ちょっと、あの、まだ資料できてないから、明日頑張って作ります、アムさんは。また部長のね、あの、仕事の、いいや、仕事の愚痴はいい。もう忘れる。今日いっぱい踊ったから、あの、いっぱい踊った？いっぱい割と踊ったからね、結構ストレス発散になったんでよかったと思います。はい。じゃあそんな感じで、今日はこんなもんでいいかな。じゃあ、あの、皆さんね、見てくれた皆さんどうもありがとうございました。あのね、土日、金、土、明日とかはもっとやると思う。多分、あの、時間があるときはもっとやるんで。はい。じゃあどうも、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。はい。じゃあね。はい、どうもありがとうございます。あ、僕の方は続いて、はい。